なんかあれですし、かもしれないですけど、いや、こういう苦しい経験も知ってるんですよってところはね、伝えられたらいいなと思って。まあ、その苦しい経験してない人がいないと思って。うん、うん。まあ、そう見えるかもしれないけど、実は、まあ、皆さん苦労してるってことですよね。見えないところで。はい。まあ、ここちょっとすいません、晒してしまいましたけど。やっぱり自分の中で、うん。こう、まあ、満足いくって言ったら、その満足いってる選手なんかほとんどいないと思うんで、あれなんですけど、うん、納得いって引退をしたかったっていうのもありますし、うん、もう僕も家族がいて子供もいたんで、うん、子供がこう記憶に残るぐらいまでは最低限選手はやりたいなとかっていう思いもあって、まあよく言えばね、子供に自分のユニフォームを着させて一緒に入場したりとか、うん、そういうのもできれば、やっぱり子供にはね、その、うん、こう特別なこう経験っていうか、普通じゃ味わえない経験をさせてあげたいっていう思いはあったし、うん、こう、まあ自分の中でもサッカーしかずっとやってきてなかったんで、サッカーで、できる限りこう選手として続けたいなっていう思いもやっぱりあったんで、まあその納得がいかずにというか、なんていうんですかね、まあ引退せざるを得なかった状況で、まあ自分もそこで諦めてしまったといえば、まあ諦めてしまったんですけど、まあそういう決断をしなきゃいけなかったことに関して、僕は全然正直 100% 納得して引退を決断したわけじゃなかったし、だからなんかこうあんまりこう元 J リーガーって言われるのが好きじゃないというか、うん、なんか嫌だなってやっぱり思ってて、まあ、事実といえば事実だし、でもかといって自分がそんな、ね、試合に何百試合出ましたとか、うん、まあ、そういう実績を残してこれたかっていうと全然全く残せてなくて、うん、まあ、それなのにもっと J リーガーってこう胸張って言える立場じゃないというか、うん、だからあんまり僕はそういうのは好きじゃないというか、まあ、まあこれはねこの動画で言ってきますけどね、あの我々があのつけてますんで皆さん、まあまあ、まあまあまあ、そこはまあ全然、うん、ね、あの協力してもらってるんで僕も、え、それなんか燃え尽きてない発言をするってことはなんかまたなんか企んでるってことですか？いや、企んでるというか、まあ、あの、まあ、ほら、状況が変わったじゃないですか、最近ね、その、日本代表の選手たちが元ね、あの、今野さんとか、家名元さんが、今度、地域リーグに挑戦したりとかね、三浦知良選手が、あの、鈴鹿ポイントゲッターズ JFL に来たり、なんか環境がね、こう、すごいできる環境が増えてきましたよね、今。なんか、そういうの、なんか、前振りですか？いやいや、さすがに怪我がもしなんか治ればね、あれちょっとやるのかななんてね、フットサルやろうとしてるのはじゃないですか今、愛知県リーグ2部で。そうですね、まあ正直まさかサッカーもできればやりたい気持ちはやっぱりありますけど、うん、でもやっぱりこう本当に治らないというか、まあ本当に一生付き合っていかなきゃいけない、うん、怪我なんで難しい、やりたい気持ちはやっぱりありますけど、ちょっとボール蹴ったらすぐ痛くなっちゃう。まあ今もね、あのシーズン始まってボール蹴りましたよね今日も、はい、大丈夫ですか、筋肉は張ってますか？いやでも相当そうですね負担はかかってるんで、そんな状態ですけど、なんかね、まあね、あとね働いてるんでね、
トレーニングだけやれる状況じゃないですもんね。まあそうですね、まあ、時間見つけてやりたいなっていうのは思いますけど、うん、なかなかその時間もなくて、まあ今はコロナもあって、なかなかそのジムとかにも気軽にやっぱり行けないっていうのもやっぱりあるし、うんうん、まあ、本当みっちり体鍛え直したら、もしかしたら、うん、安定した体が作れるのかなっていうのは思いますけど、うん、なかなかそれも今はね、まあ、仕事もあるんで難しいんで、空いた時間を見つけて少しずつやろうかなっていうのは思いますけど、ね、まだ同級生たち頑張ってる人たちいっぱいいるじゃないですかね。杉君怪我でね一回やめましたけど、まだ若いですよね。だからチャンスがあればちょっとってことですね。今年はまずフットサルからですか。そうです ね何回も言いますけどね、あのちょっと諸事情で、ね、練習試合がねあのなくなっちゃいましたけど、まあそのチームもねすごく、うん、あの恵まれた環境でやらさせてもらってるチームだし、元 F リーガーもたくさんいるんで、そういう中でまた、ね、いろんな経験をさせてもらえるっていうのはすごいありがたいことなんで、はい、ね、この番組ではねまたそういうちょっとでもねサッカーやってる人とか、まあ、始めようかなとかいろいろ、まあ、ちょっとねこう役立つ人生にも役立つような情報を提供していければな、発信していければなと思いますんで、皆さんぜひチャンネル登録といいねボタンとコメント欄からコメントいただけると励みになりますんで、我々もね、鈴木さん200人超えました。あ、そうね、登録人数もね、いやもう頑張りましたよ、こうじり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 ね、励みになります。鈴木純にね、こう応援メッセージ的なのもね欲しいですね。最初の方来てたんですけどねなんか純さん頑張ってみたいな、ちょっとあんまあの誰かね、その YouTube 上のコメントじゃね、わかんないですからね、誰かわかんないっていうのもありますけど、そういうコメントとかもいただいてたんで、本当頑張りたいですね。はい、皆さんぜひコメントお待ちしております。今日はありがとうございました。ありがとうございます。